はい、皆さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も生き声で頑張っていきたいと思います。おはようございます。レオキロ DT でございます。はい、本日なんですけど、前回の動画に引き続きですね、東京で購入してきた DT の趣味のものの開封ということになります。それでは早速、えげつないものも買ってきているのでやっていこう。はい、ということで早速ですね、今回開封していきたいものがありますので開けていきます。まず一つ目、こちらじゃーん。はい、 DT といえばベアブリックです。ベアブリックの中でアラジンのね、ディズニーのアラジンのジーニーですね。そう、ベアブリックこのジーニーね、これはい、耳の部分はクリアのパーツになってます。ランプのせいジーニーさんです。こんなことできる、あんなことできる、帽子からこんなん出せる、あとするだろう。一つ目、ジーニーの 400% が一つ目です。こちらもベアブリック2つ目じゃーん。はい、スペースジャムですね。スペースジャムの、ね、コヨーテになります。このコヨーテがね揃ったことにより、スペースジャムのこのシリーズ DT 全種類コンプリートでございます。 400% ね、やっぱバスケ選手であるが上にね、しっかりここら辺は抑えていきたいなと思っております。このユニフォーム着てるレブロン・ジェームズとかもあればいいんやけどね。あんのかな、ないよね。さあ、コヨーテです。コヨーテがやってきました。コヨーテの 400% こんな感じです。じゃーん、すごいね、頭の上まではクリアパーツなんや。これ、このパターンは初めてじゃね。クリアパーツの使い方でこのパターンは初めてじゃないかな。番号は13番、津山翔太。このクリアパーツの使い方はおしゃれ。当然ですね、100% ちっちゃい方も上がクリアパーツになってるんだよ。すごいね。で、こっからですよ。こっからこの2体ね、ベアブリック買って、 DT のオフシーズン、オフシーズンですね、ベアブリックの 1000% をもう一つ買うか。ここにね、前回よっくんからもいただいたダース・ベイダーがあったり、ダメージバージョンがあったりね、実際大島の家の方にですね、飾りに行こうかなと考えてる頃なんですけど、 1000% をもう一つ増やすか、それとも最近ね DT がハマっているマーベルの、ホットトイズのですね、リアルなフィギュアのやつを増やすか悩んで、結果ですね、じゃーん、ホットトイズの方にしました。イエーイ。ということで、ホットトイズのね、フィギュアを、開封していこうと思うんですけど、ホットトイズが何ぞやという人たちはですね、このような感じで、リアルなですね、アベンジャーズたちがいます。で、まあ、アベンジャーズに限らずね、DC だったり、いろいろね、ホットトイズさん出してるんですけど、DT は基本的にアベンジャーズということで、まずは、ホットトイズから出されていた、これは購入した人に、ついてくるらしいんですけど、まあ、ロキのキーホルダーとキャプテンアメリカのゾンビでね、こっちから行きましょうか。 DT ね、まだ層持ってないんですよ。 でも DT どうしてもね欲しいやつが2体あったんで、2体とも買ってしまいました。まず1体目じゃーん、ブラックパンサーです。はい、オリジナルスーツのブラックパンサーですね。かっこいいよ、この入れ物自体もめちゃめちゃおしゃれ。パーツが多くてなくしたりとか破損したりとかするの怖いんで、慎重にいかなきゃいけないね。これは足もして、じゃあめちゃくちゃかっけー、見える、てててやばない、 400% よりでかいよ。
まあ顔もまあまあリアルです。リアルだけど俺はやっぱりマスク付きの顔をつけたいので。でもこの武器もですね、槍もあるんだけどね、この手、爪がねこう出てるこの手に変えようと思います。まああれですね、ホットトイズのいいところって自分で好きなポージングを選べるところがすごくいいと思ってて、結構他のマーベルたちの人も、ある程度自分でこのポージングがいいなっていうのを決めてですね、DT それをカチ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 動かしてる時間がですね一番嬉しいんで、これブラックパンサーって書いてある。DT ね、どうしてもしたいポーズがあってポージングお店で画像を撮ってきてる。お店でね、飾ってる時のポージングがすげえかっこよくて、こんな感じにしときます。いや本当はこう、ワカンダフォーエヴァーって言ってるやつとかもやりたいんやけど、この伸びる生地のスーツがね、ちょっと怖いんよね。本当はもうちょい躍動感ある感じでいきたいんですけど、まあとりあえずちょっとこの状態で、いやまあブラックパンサーだけでもね十分かっこいいんですけど、前半にも述べたように2体買ってきてます。お次がこちら、スパイダーマンです。これも初めてですね、スパイダーマンね、ノーウェイホームのコスチュームになっております。でね、ノーウェイホームやとね、あの付属のアームがあるんですよね、背中のところに。それをねどうしてもつけたくて、それつけたスパイダーマンがどうしても欲しくてですね、 DT これをずっと探してたんですよね。でまあ付属のアーム付きのスパイダーマン、まあ多分こちらの方に画像を出しておきますんで、はい、こんな感じで飾りたいなと思いつつも、さっきのこいつとブラックパンサー同様にですね、スパイダーマンも多分スーツなんですよ。なんで伸び縮みさせすぎるとやっぱり劣化が進んでしまう可能性があるので、ちょっとそこら辺を考慮しながらちょっとポージングを考えていきたいですね。カチッと音なった。スパイリー首を動きます一応、はい、このスーツかっこいいよね。でもこれ背中につくんよね、多分ここに。いい感じのスパイダーマン、はい。でもね、ガタイ的にもそうなんですけど、スパイダーマンって高校生っていう設定だから、そんなにガタイ良くないんですよ。それもちゃんと再現されてて、ブラックパンサーと比べても、ほら、ブラックパンサーの方がごつく筋肉がある男って感じで、スパイダーマンはひょろっとしてるんですよね。そこら辺もしっかりと再現されてるから素晴らしいですね。やっぱ作品なんですけど、スパイダーマンっていうこの蜘蛛の糸ね、この蜘蛛の糸があったり、こっちもはい、パーカーの顔ね。そして多分このパーカーの顔の時に頭の上にかぶせるとあのスパイダーマンのマスクです。これか、ウェブシューター打ってる時のはこれですね。この手ねがあります。ただでも俺がね欲しかった付属品はこれじゃないんですよ。俺が欲しかった付属品はこの後ろのこの背中につけるこいつよね。これは、説明書を見た方がいいです。間違えると大変なことになりそうなんで説明書見ます。2000 years later、 この感じでいこう。はい、できました。この感じでいきます。スパイダーマン、やーばかっこいいこれ。これはテンション上がるわ。ちょっとスパイリーあれですね、反則よこれ。はい、ということで本日この4体ですね開封していきました。皆さん DT の趣味にお付き合いいただきありがとうございました。引き続きですね、DT タイムズなるべく更新していけるように、オフシーズンも頑張っていきますのでよろしくお願いします。そしてですね、ただいま、DT タイムズですね、絵本の方を1でですね
制作しております。こちらの後ろのねキャラクターたちが集まった絵本の方をですね、制作しておりまして、めちゃめちゃいい感じに仕上がってきてます。当然 DT もちょっと描きますよ。はい、なんでそちらの方もですね、ぜひ、皆さんお楽しみにしてください。販売スタートね、告知そろそろちょっとずつ出していこうと思うので、ぜひですね皆さん本来期待しててください。よろしくお願いします。ということでですね、今日はこの辺にしておきましょう。 See you next time. バイバーイ。